やあ、私木野誠。自慢じゃないけど、今まで喧嘩に負けたことはないな。弱い者いじめをしているやつを見るとムカムカしてくるんだ。でもね、いつも喧嘩ばっかりしているわけじゃないよ。掃除洗濯料理なら任しといてよ。特に料理の腕は自分で言うのもなんだけど、ちょっとしたもんだよ。いつかは恋人に食べさせたいんだけど、なかなか私好みの男の子がいなくてさ。あれ、あの人失恋した先輩にそっくり。あ、こっちの彼は失恋した先輩に声がそっくりだ。私って結構これっぽいのかな。我が主も木星、嵐を起こせ、雲を呼べ、雷を降らせよ、セーラージュピター。